用意した種目は、なんと、1種目のみです。で、やる動きに関しては、バーピーっていう動きになります。おそらく、人生で1回は聞いたことあるかなと思うんですけども、動き自体は、この動きになります。で、今日は、レベル1、2、3に分けてやっていきます。で、まあ、ご自身の体力、あとは今日の体調に合わせて、レベル1でやるのか、2でやるのか、3でやるのか決めてもらって、やっていきましょう。はい、じゃあまずレベル1からいきたいと思います。まずレベル1は立ったところから両手つきます。で、右足、左足、どっちでもいいんですけど、足を引いて、このハイプランクの姿勢に行く。で、出した足を戻す。で、立つ。これだけです。これを繰り返しましょう。はい。はい。はい。これがレベル1です。次、レベル2。次、手をついたら、両足一緒に後ろに下げて入る。で、戻して立つ。これがレベル1。はい、最後、レベル3。さっきも少しだけやったんですけど、手をついたら足を引いて、胸。で、このまま一気に両手で胸を押して、胸じゃないですね、床を押して、パス。はい、これがレベル3になります。で、全部に共通する、この立った瞬間なんですけど、まあ、立つだけでもいいし、いける方はジャンプしてもいいです。ジャンプすると運動量もそれだけ上がるので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、すごくシンプルなんですけど、すごく効果的なので、ぜひ、運動不足感じてる方、ダイエットしたい方、とりあえず汗かきたい方、やってみてください。はい、以上でーす。東京フィットネスはフィットネス、スポーツ、ヘルスケア、食事などをテーマに、フィットネスを続ける方へ情報とモチベーションコンテンツが集まるメディアです。ぜひご覧ください。